三菱地所ホームの天野です。本日は浜田山にあるモデルハウスのルームツアーを行いたいと思います。こちらのモデルハウスは華やかでスタイリッシュな邸宅をコンセプトに、大判のタイルが印象的なモダンな外観としました。またダイナミックなコーナー大開口の開放感と、グリーンをインテリアの一部として暮らしに取り込み、都心でありながら開放感とプライベート性を同時に叶えられる住まいとなっております。とても素敵なお家となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに外観ですが、都市型の屋根とフラットルーフを組み合わせ、キュービカルなフォルムにしております。2つの箱型コアをまたぐように掛け渡したエコスクリーンと画期的なコーナー大開口が個性的でスタイリッシュなファサードデザインです。この大開口のデザインが評価され、2018年度グッドデザイン賞を受賞しています。こちらの外壁には天然の砂岩をモチーフにした木肌を思わせる柔らかな風合いの大判タイルを使用しています。外光には流れる水の音、揺らぎが自然の中にいるかのようなリラックス空間を演出する水盤、人工の滝、壺庭のあるウォーターガーデンを作りました。それでは中に入っていきましょう。こちらが 6.5 畳の玄関となっており、とても広々とした空間となっています。正面にはエントランスに快適な明るさと視界の広がりを与える壺庭の眺めを楽しめる大きな窓を設けています。壁面には金属箔や酸などを使い、多種多様に加工したレザータイルを組み合わせた幾何学模様のアートで高級感を演出しております。エントランスの床には600画の天然スレートをモチーフにしたタイル、そして玄関ホールには高級感のある大理石調の大きなタイルを採用しております。エントランスから続く右手の土間空間にはこちらになります。ライフステージに合わせて自宅を活用できる約 6.3 畳の趣味のアトリエを設けています。天井は天然チークのピーリング材、壁には天然オークの板目付き板を貼り、同じ面材の壁面収納を設置することで、まるで茶箱を思わせるこだわりの日本茶コレクションコーナーとなっております。玄関ホール左手にはこちらになります。グリーンサロンというスペースがございます。こちらのスペースは木漏れ日のような優しい光が降り注ぐ、自然と住まいが共生する内のような外のような空間となっております。住み始めたその日からずっと花や緑に囲まれた暮らしができるボタニカルファニチャーを設計段階から家作りに取り入れました。樹高 3.5 メーターのフィカスアムステルダムの木をベンチ中央に植えており、この家のシンボルツリーとなっています。このガーデンベンチではお茶を飲んでほっとしたり、家族と話したりして過ごすことができる空間となっています。またこちらのグリーンニッチには棚やメッセージボードを設置しており、レシピや家族のスケジュールメモなどにご利用いただけます。そして植物がまるで床から植えられているかのようなグリーンフロアは、足元にグリーンがあることでより自然が身近に感じられます。続いて玄関ホールに上がり、右手には6畳の和室がございます。玄関にも近く、来客の際にも便利です。掘りごたつに座っていると、まるで地袋のカウンターから一本の木が生えているかのような驚きのデザインとなっております。エントランスとは異なる目線から壺庭を眺めることができ、緑に囲まれた空間で心静かに過ごす場所としてお過ごしいただけます。続いてリビングダイニングです。リビングに入るとまず目に入ってくるのが大開口コーナーサッシです。家の中にいることも忘れてしまうような開放感があります。こちらは8メーターの連続両面大開口 3D ティンバーフレームというものを使用しています。リビングとダイニングを仕切らないことで、ワイドでダイナミックな窓から朝、昼、夜と時間によって趣を変えるパノラマを楽しむことができます。また床材を質感の異なる大理石タイルとムックフローリングを組み合わせることで、家族の会話が行き交う空間を緩やかにゾーニングしています。天井には白クロスとデザイン性の高い間接照明を設けています。折り上げ天井にすることで、リビングとダイニングの空間に
リズム感を与えてくれます。こちらのワークスペースは開放感のあるリビングダイニングとは対照的に囲まれ感のある落ち着いた雰囲気で趣味や作業に没頭できるようにデスクを設けています。このオプティミスト暖炉は火を使わずリアルな炎を再現でき、まるで本物の薪のようにパチパチという音が心地よさをもたらしてくれます。続いてこちらがキッチンになります。自宅でお料理教室も開けるようなブログや SNS で自慢できる広々としたキッチンを目指しました。大人数でもスムーズで快適に料理ができるようパントリーも含め回遊できる空間となっています。都会的でシャープな印象になるようセラミックストーンや黒、グレーなどの無彩色に木目のオープン部を合わせるデザインとしております。ジーマテックのキッチンで収納もたっぷりございます。また壁にはパントリー棚を設置しております。棚の奥の壁をアクセントクロスにすることで造作家具風に見せています。こちらのキッチン換気扇が見当たらないですが実はこちらにあるんです。キッチンを抜けると先ほどのグリーンサロンにつながっております。続いて2階なのですが2階に上がる階段下を利用してペットルームを作りました。ロータイヤの階段手すりに合わせてこちらのペットドアも設けております。そして階段の1段目にはペット用の草を育てるグリーンボックスも設置しております。そしてこの家は全館空調エアロテックを導入しています。室内は季節関わらず快適な温度が保たれ2時間に1回は家の空気が換気されるため埃等もたまりにくくペットの匂いなども残りにくい仕様となっております。こういった開放感のある吹き抜けも全館空調エアロテックにより実現しています。それでは2階をご案内いたします。2階に上がるとこのホールの視線の抜け感を感じることができます。トップライトから差し込む光が明るさをもたらしてくれます。こちらの吹き抜けの腰壁は透明感のあるガラスを採用しており1階のグリーンサロンのシンボルツリーが心を落ち着かせてくれます。2階は洗面室や浴室、子供部屋、主寝室とプライベートな空間としております。階段上がってまっすぐに進みますとファミリーラウンジというスペースを設けています。バルコニーを眺められる窓が大きく設置されており昼間は日だまりに包まれ夜はバルコニーに置かれた植栽の枝葉のシルエットを感じながら時間を忘れてゆっくり過ごすことができる空間となっております。続いてファミリーラウンジの奥には主寝室がございます。主寝室は 10.1 畳ととても広々とした空間となっています。床材はカーペットとなっておりホテルライクな空間としています。シンメトリーな家具配置とラグジュアリーなインテリアを採用しております。ベッドのヘッドボードは天井まで立体感のある布団張りとしまたアクセントクロスの壁と間接照明による柔らかい光がラグジュアリーな空間を演出しています。こちらの窓は1階と同じ8メーターの連続両面大開口 3D ティンバーフレームです。外観のアクセントのエコースクリーンがあり縁側的空間であるバルコニーを挟むことで通風、採光、内外の距離感をコントロールしてくれます。またプライバシーを守る目隠し代わりとしても機能しています。吹き抜け側はロータイアン格子からトップライトの光が漏れシンボルツリーのグリーンも楽しめます。主寝室の奥にウォークインクローゼットがございますがまず手前にドレッサーを設けております。さらにその先にウォークインクローゼット収納がありメイクをして着替えてすぐに外出することができます。ウォークインクローゼットは家族の衣類をたっぷり収納できるスペースを確保しています。こちらは奥行きを深くしておりハンガーのままかけれるスペースや衣類を入れる棚、アクセサリーなどを収納できる棚などを設けました。反対側にはカバンなどをそのままディスプレイできる棚を設置しております。ウォークインクローゼットを抜けますと洗面室がございます。こちらの洗面室は単なる洗面室ではなくトレーニングもできるリラックス&リフレッシュ空間となります。こちらにございますフィットネスマシンで運動したらすぐに浴室で汗を流せるという動線になっており快適にトレーニングいただけます。
洗面化粧台はジーマテックの化粧台を採用しました。木目扉とホワイト色の洗面ボールカウンターの組み合わせは清潔感にあふれ、空間にマッチした化粧台となっています。壁面にはラフに貼ったモザイクタイルのきらめきとハート型のミラーが気品のあるラグジュアリー感を演出します。洗面室を進みますと、こちらのランドリーコーナーがございます。床材には調湿・防臭のあるサイザル麻を使用しており、部屋干しに便利な天井埋め込み物干しもあるため、室内干しのスペースとしてご活用いただけます。また収納空間としても十分な広さを確保しております。浴室は日暮里加工のオリジナルバスを採用しております。格調高い素材を使用し、上質な快適空間を作っています。また浴室からバルコニーのグリーンが楽しめます。いかがでしたでしょうか。自然が感じられるモダンでおしゃれなお家だったのではないでしょうか。ぜひ家づくりの参考にしていただければと思います。三菱地所ホームでは、美しさ、暮らしやすさ、快適性、そのすべてをデザインの力で叶えていきます。また私たちは家が出来上がるまでのプロセスも楽しんでいただけるように心がけております。ぜひ皆様の家づくりの参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。